エネルギー省は、エネルギーの探査、開発、利用、流通及び保護に関する政府のすべての計画及び活動について、準備、統合、調整、監督及び規制を所管するフィリピンの行政機関である。エネルギー省は、フェルディナンド・マルコス大統領の時代に発布されたエネルギー省とそれに付属する国営電力公社及び フィリピン国営石油会社の設置を定める大統領令第1206号によって新設された。この賞はコラソン秋の政権で廃止された。フィデルラモス政権では共和国法第7638号によってエネルギー賞が設置された。この賞は共和国法第9136号や共和国法第9367号、 共和国法第9513号等のエネルギー及び電力の関連法に基づき、さらなる権限と役目が付与された。この章の長はエネルギー長官であり、3人の時間と3人の時間補が存在する。省の下には行政部門、金融部門、情報技術及び管理部門、法務部門並びにエネルギーの調査、検査及び研究部門がある。 省は以下の部局で構成される。以下の組織と企業が省に付属する。ありがとうございます。